お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM2024 広島東洋カープベースボールカード開封動画後編9パック開封していきたいと思います。それでは早速開封していきたいと思います。まずは後編の1袋目でございます。清水かなと、捕手でございます。田中康介、内野手でございます。中村健人、外野手でございます。で、田村俊介、外野手のこちらキラでございます。島内、投手と栗林両、投手のカードでございます。葉月龍太郎、内野手でございます。大森実、外野手でございます。2袋目でございます。中村隆弘、外野手でございます。マット・レイノルズ、内野手でございます。大瀬良大地投手のこちらカードでございます。堂林翔太、内野手のキラでございます。宇草幸輝、外野手でございます。チーラーハーン、投手でございます。高倉翔吾、捕手でございます。3袋目でございます。長谷部銀次、投手でございます。滝田和樹、投手でございます。森下雅人、投手のキラでございます。遠藤敦史、投手でございます。石原智樹、捕手でございます。高橋光也、投手でございます。で、マスコットのスライディ君でございます。4袋目でございます。持ち丸大輝、捕手でございます。栗林良治、投手のカードでございます。田村俊介、外野手でございます。堂林翔太、内野手でございます。二俣翔一、内野手のこれキラでございます。島内と宗太郎、内野手でございます。松本龍也、投手でございます。5袋目でございます。栗林良治、投手でございます。堀江敦也、投手のこれはキラでございます。
中村翔征外野手でございます。大瀬良大地投手の92人目のノーヒットノーラン達成した時のカードでございます。黒原匠投手でございます。6袋目でございます。秋山外野手と相澤星のカードでございます。で、アドゥア誠投手でございます。中崎翔太投手でございます。で、森下正人投手の3打数3安打7回投げ勝ち投手のこちらカードでございます。で、堀江敦也投手でございます。で、床田博樹投手のこちらでございます。で、直筆サインカード2枚目出ましたね。これは、野村祐介投手ですかね。直筆サインカードでございます。こちらがね、90C でございます。はい、続けていきたいと思います。森下正人で投手の、カードでございます。で、小園海斗内野手でございます。7袋目でございます。ケムナ誠投手でございます。で、これは二俣翔一内野手のこちらカードでございます。で、森浦大輔投手のキラでございます。高田一投手でございます。日高敦美投手でございます。で、西川選手の FA でオリックスに移籍した際、人的保障で獲得した選手でございます。曽根千秋投手でございます。内間拓磨投手でございます。8袋目でございます。床田博樹投手でございます。内間拓磨投手でございます。二俣翔一内野手でございます。ケムナ誠投手でございます。木田でございます。大森実外野手でございます。で、高橋光也投手でございます。栗林良治投手でございます。ラストの9袋目でございます。田村俊介外野手でございます。カードでございます。大瀬良大地投手の史上90人目のノーヒットノーラン達成した時のカードでございます。で、相澤翼捕手のこれカードでございます。
で野間孝義外野手のキラーでございます。クリアレン投手でございます。内田正大内野手でございます。で最後に森下雅人投手でございます。以上で BBM2024 広島東洋カープベースボールカード開封動画後編の9パック終わりたいと思います。で、前編同様に、2枚の直筆サインカードが出ました。2枚ね、あ、ごめんなさい、直筆サインカード出るのはね、これめったにないことなんでね、大変嬉しく思っています。ちょっと途中でね、ちょっと、揺らしてしまったことを深くお詫び申し上げます。で次回はですね、こちらエポック2024、広島東洋カーププレミアエディションベースボールカードを開封していきたいと思います。明日もね、広島東洋カープの、開封動画でございます。ぜひお楽しみくださいませ。で私のサブチャンネル僕の料理チャンネルでは、毎日夕飯動画を上げております。で毎週水曜日には、試食動画カップラーメンカップ焼きそば、冷凍食品などをやっております。で気まぐれで、チョコボールチャレンジをやっておりますので、そちらもぜひ見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。